今回は座席結びの説明です。ヘリコプターから降下する際にも使う結び方です。動画を最後まで見ていただくと誰でも簡単に覚えれますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。合わせてチャンネル登録やいいねをしていただきますと励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。まず小砂を半分に折り返します。折り返した部分を右の腰に当てます。左手を後ろに回して片方のロープを持ち前に持ってきます。右手はそのまま前に持ってきます。続いて腰部に本結びを作ります。本結びの詳しい説明は右上にリンク先を貼り付けておきますので、ぜひご確認ください。苦しくない程度にきつく締め付けておきます。次に2本の垂れているロープを股を通して後ろに持っていきます。ロープを前に持っていき、このように端末が外向きになるように持ちます。試しに間違った向きをやってみます。端末が内側に来ると間違いです。このように端末が外側になるように持ち、腰のロープに親指で押し込んでいきます。このようにロープを通すことで半掛けの状態になります。半掛けのロープをお尻の方に持っていきます。そしてある程度締め付けます。締め付けたら再度ロープを前に持っていきます。右手に持ったロープを右のロープの下を通します。通し終えて左方向にロープを張るとちょうど同じ長さになります。左腰部分に本結びを作成し半掛けを取ります。半掛けを取ってもなおロープが長い場合は、上のロープとともに適正な長さになるまで半掛けを取ります。座席結び自体はこれで完成ですが、懸垂効果やリペリング効果をする際にはカラビナを取り付けます。指で示した3本のロープにカラビナを取り付けます。向きはこのような向きで上から下へつけていきます。本結び等をきつく作るとカラビナが通りづらいですが、緩く作ってしまうと結索がほどけてしまう可能性がありますので、きつく作りましょう。カラビナを通し終わったら反転させ、自分の方に安全感が来るようにしたら完成です。もう一度やってみます。ロープを折り返して折り返した部分を持ちます。右腰に当て、左手は後ろから手を回して片方のロープを持ち前に持っていきます。右腰から始める理由は、最終的に左腰付近で本結びを作るため、長さを調整する上で必要な手順となっています。本結びを作り終えたらロープを股に通して後ろに持っていきます。股に通した後の持ち方なんですが、手の甲が前に来るようにこのようにロープを持ちます。そうすると端末が外側に来て自然と半掛けができる形になります。腰部のロープに通します。後ろに持っていったロープがアルファベットの小文字の L のような形になっていれば半掛けになっています。右手のロープを右側のロープの下に通して左側に持っていきます。左側にロープを張るとだいたい同じ長さになります。本結びを作って完成です。
半掛けを作った後の端末の長さがあまりに短い場合、本結びがほどけてしまう可能性もありますので、適切な長さのロープに変える必要があります。カラビナは上から自分の体を沿うように3本のロープに取り付けていきます。取り付けたらカラビナを反転し、安全環を自分の方に持っていきます。最後に半掛けになっていない間違った方法をやってみます。このように手の甲が後ろ向きになっていると間違いです。端末も内側になっています。これだと半掛けになりません。先ほどと違い、小文字の L のようになっていません。これだと荷重がかかった際にロープが稼働し、適当な位置にロープを通した部分を留めておくことができません。以上のことに注意して座席結びを作ってみてください。